どうも、発信情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが1月7日の金曜日なんですけれども、今シーズンタイガース3年目を迎えるガンケル投手、昨シーズン抜群の安定感で今年も貴重な戦力として活躍が期待されるわけなんですが、そのガンケル投手の今シーズンの起用法について矢野監督は先発、中継ぎ両方の可能性を考えてるっていう風にコメントしたということで、今回の動画では矢野監督の言葉の真意や両に並プランについて思うこと、そしてガンケル投手が新スケッの ウィルカーソン投手を絶賛しているということで、一体どんなスケット争いが待っているのか、こういったところについても深掘りをしていきながらお話していきたいなと思います。では、早速お話をしていきますが、まずはガンケル投手の2021年シーズンを簡単に振り返っていきます。ガンケル投手は先発ローテの軸として急所ということで、抜群な安定感シーズン序盤は日曜日に投げることが多くて、サンデーガンケルなんて呼ばれたりしてましたよね。1週間の締めくくりとなる。日曜日、応援している球団が日曜日に負けてしまうと、どうしても憂鬱な月曜日になってしまうんですが、ガンケル投手が日曜日に。 てくれるおかげで気持ちよく月曜日を迎えることができてました。結局昨シーズンガンケル投手はデーゲーム7勝無敗ということで圧巻の成績。1年目からそうでしたがテンポがめちゃくちゃいいんでハマるとポンポンアウトを取っていけるピッチャー。ストライク先行。なおかつ去年は球の勢いが増していてカウントがフルになってもファールで平行カウントまで持っていくっていうシーンが目立ってました。そしてもともとボールを動かして勝負するタイプのピッチャーなんでそれがしっかり低めに集まってゴロを量産。安定して6回7回を投げ切ってくれるということで打線の援護にも恵まれやすい一年だったから かなとそんなガンケル投手にタイガースは1億円近く上乗せの年俸150万ドル日本円にして約1億7000万円の条件を提示しましたマイナーリーグを渡り歩いて掴んだジャパニーズドリーム今シーズンが日本3年目になるわけなんですが真面目な性格で非常にナイスガイなんでさらなる活躍に期待したいところですそんなガンケル投手は1月5日に自主トレを公開今シーズンはすでに助っ人投手が5人いるということで数字を残したガンケル投手とはいえど枠が完全に確定したかと言われるとそうとは言い切れませんもちろん一番計算しやすいピッチャーではあるんですが 今シーズンもスケットワークの争いというのは激しくなっていきそうです。そういった中で今シーズンからタイガースに加わってくれたウィルカーソン投手についてガンケル投手がこのようにコメントを出しました。彼は全ての球種でストライクが取れるいいピッチャーだと思うね。彼が加入することで外国人選手の中でもいい競争が生まれる。いい選手がいることでチームはより強くなると思うね。ということで、なんとガンケル投手はウィルカーソン投手のことを知っていてダ a やトリプルエ時代には投げ合った経験もあると。2015年にレッドソックスのスプリングトレーニングであったこともあるみたいで、ウィルカーソン投手にとって非常にここ 心強い存在になりそうです。知ってる人が一人いるだけで溶け込んでいけるスピードもかなり変わってくると思いますし、文化になれることが最も重要なことなんで、そういう意味でもガンケル投手の存在は大きいです。全ての球種でストライクが取れる。この触れ込みに関しては、島村球団本部長や矢野監督もそういう見立てをしてましたし。なおかつ三振を奪える力強さもあるとのこと。なんで、ガンケル投手にとっては仲間である。一方、強力なライバル関係という見方もできます。コントロールが武器のガンキル投手にコントロールがいいと言わせるほどの実力者ウィルカーソン投手も先発としてスタートするだろうと。 ますすかららししなが高めってていところででガンケル投手は続けて昨シーズンは先発として勝利に貢献できることをチーム、自分自身に対して証明できた。現在は下半身強化なトレーニングを重点的に行っている。投球的な部分は春季キャンプでピッチングコーチと取り組めるからね。去年はリーグ優勝、日本一を達成できずに本当に悔しい一年だった。昨シーズンのように開幕からいい形でスタートして、最後まで1位にいられるように頑張るよということで。去年は肩の怪我や体調不良で何度かローテから外れることもありましたから、それがなければ十分2桁を狙っていける力 思ってると思いますんで、今年も安定感抜群のピッチングに期待したいところですですこのガンケル投手に関しては、プロ野球ファンの間でもっと評価されていい投手なんじゃないかと以前話題になってました。確かに年俸は1億7000万円で、球団としても最大限の誠意を見せてくれたなぁと実感してるんですが、もっと細かい数字にガンケル投手の凄さが隠されてるかなと、まずご紹介したいのが、ウィップという指標、なんか聞いたことあるけど何を表す指標なのという疑問をお持ちの方もいらっしゃると思いますので、今回簡単にご説明させていただくと、 ををを表すす数数数値値でででで与えたたフォアボールののとと足した数値を投球回割るることで求められるものなんですね、まあ、簡単にまとめると、1イニングにどれだけランナーを出したか、これが1.00未満なら超エース級と言われていて、昨シーズン、オリックスの山本由伸投手が w i p プ0 8 5でした。これはもう化け物レベルです。で、セリーグのトップはドラゴンズ柳投手で1.01、2位の王の投手は1.03、まあ、2人とも球界を代表するピッチャーなんですが、実はガンキル投手の w i p プというのが1.09、規、まあ、定投球回には届かなかったんで、どうしても参考記録に なってしまうんですがもしランキングに入っていたならセリーグ3位の数字このウィップが1.20未満ならエース級だよねと言われるレベルですし去年投手2冠の青柳投手でさえウィップは1.22でしたなのでいかにガンキル投手が安定していたかランナーを出さずリズムよく投げていたかがわかる数字かなとそしてもう一つ普段あまり耳にしない指標だと思うんですが TRA という指標がありますこれは与えたフォアボールの数脱三振基本類だこの3つの項目に1年間どんな打球を打たれてきたかを加えて求められるものなんですがこれもトップは山本義信投手の 1.73で、した。3位位ののソフトバンクマルテネス投手が2.52、2ガンケル投手はこの数値というのが、セリーグ、パリーグ合わせて全体8位の3.01。そしてセリーグに限るとこの数字はトップということで、一体これはガンケル投手の何がすごくて、どこが良くてトップになったのでしょうか。まず、基本塁打の数ですが、ガンケル投手が許したホームラン数は10本。めちゃくちゃ多いというわけではないですし、極端に少ないというわけでもありません。ただ、タイガースの先発ローテの中では一番 一番少ない数字です。秋山投手が18本、伊藤正史投手が15本、西投手が12本、青木投手が11本、そしてガンケル投手の10本ですから、やはり低めにボールが集まっている証拠です。で、続いて脱三振の数というのは87個、脱三振率も6.93ですから、決して脱三振タイプではないと。じゃあ一体何が優れていてセリーグトップなのかそれは与えたフォアボールの数24個。これめちゃくちゃ少ないです。というのもセリーグで110イニング以上投げたピッチャーで、一番フォアボールの数が少ないのがガンケル投手でした。113イニングで24 大体5イニング投げて1つ出すかどうかのペースです。なのでこのフォアボールの少なさが際立ってセリーグトップの数字になったのかなと。あとは打たれた打球で言うとゴロが多いというのも大きなポイントかもしれません。リズムよくフォアボールを出さずゴロで打ち取る。ガンケル投手が投げる時は守備、特に内野のゴロばきが命になりますから、内野手も大変だと思いますが、さらなるレベルアップを求めていきたいところですね。さあ、ここまでガンケル投手の先発投手としての素晴らしさをご紹介させていただいたんですが、ガンケル投手の残留が決まった際、矢野監督は今シーズンの起用法についてこのようなコメントを出しました。ガンケルに に関してはどっちでも使えるというのが、俺の中ではある。コントロールで乱れることがない。ピッチャーだからということで、矢野監督の言葉を簡単にまとめると、先発中継ぎ両睨みで判断していくよって捉えることができるかなと。もちろん先発の軸として計算しているピッチャーだとは思うんですが、なぜ両睨みという流れも考えられるのか、やはり大きな理由としては、しスケッとのケラー。投手は中継ぎ一本だと思いますが、ウィルカーソン投手、アルカンタラ投手は先発中継ぎ両方できると先発調整を志願している。アルカンタラ投手も2年目の活躍を誓う。チェン投手もひとまずみんな先発スタートが。 ですその中で一番良かった投手を一人ないし二人ピックアップして先発ローテに入れようというのが矢野監督の考えなのかなといや去年みたいにアルカンタラを中に入れてガンケルウィルカーソンを投げましょうとかで回せばいいやんという声も上がってきそうなんですが何が一番チームにとってプラスに働くのかガンケル投手は2020年リリーフも経験してますしそのテンポの良さというのも買われてリードしてる場面で投げたり時には複数イニングを任されたりいろんな起用法に応えてきましたそしてコントロールがいいんで自分から崩れる心配はないと矢野監督はそこも評価してるんでアルカンタラ投手が いいいいイニンンング行けててウィルルカーソ投投手手ももも安定しししれればガンケル投手が中に回るる可能性もあるかもしれないという意図で発言したのかなと推測してますただ、個人的に、ガンケル投手は先発で長いイニングを投げてこそ輝くタイプなのかなと、2021年シーズン、まあ、1年間見ていて感じましたね。というのも、やっぱり後ろで投げるピッチャーって、狙って三振を取れるタイプが理想。この場面前に飛ばされたらきついなというところで、三振や内野フライ、力で押し切れるパワーピッチングができないと、ポーンと長打を打たれてバントでワンアウト、ランナー、三塁とかになるとちょっと厳しいんですよね。 ううういい場面を力でねじ伏せるっていうこともよくありましたなので、ガンケル投手、アルカンタラ投手、ウィルカーソン投手、キャンプ前の見立てにはなりますが、ガンケル投手の奪三振率というのは去年6.93、アルカンタラ投手は7.28、まあ、後半のリリーフオンリーに絞ればもう少し上がります。で、ウィルカーソン投手は去年 AAA で10点台。これを考えると、ウィルカーソン投手が触れ込みどおりフォアボールで崩れない、なおかつ日本でも三振を取れるのであれば、ウィルカーソン投手が7回あたりに入ってきても不思議ではないですし、やっぱり総合的に考えてアルカンタラを中に戻そうかっていう判断を下す可能性も 十分にあるかなと？とまあ、なんならその可能性は非常に高いかな。というのが、現時点での個人的な見立てです。去年、急所したローテの中心ピッチャーをチーム事情で後ろが不安だからといって、そう。簡単には配置転換できないのが正直なところかなと。ただ、ガンケル投手も含めて先発中継ぎ両方できるのは大きな強みです。それこそ、もしケラー投手が苦しいとなった場合、アルカンタラ投手やビルカーソン投手が守護神とセットアッパーみたいな感じで今先発として計算してるけど、いつの間にか2人ともリリーフやってるっていうことも考えられます。まあ、そうなってしまうとチームとしてはかなり困るんですが、そういう。 の事態に備えて両方できるピッチャーが多くいるっていうのは大きいなと改めて感じます。今シーズンガンケル投手はスケート投手の中で最もタイガース歴が長いことになりますし、他のスケート選手のサポートもしていきたいっていう風に話もしてくれてますからね。まあ、そういう意味でも頼れる兄貴分的な存在でいてくれるんじゃないかなということで、どんな起用法でどんな活躍を見せてくれるのか注目して見ていきたいなと思います。はいということで今回の動画ではガンケル投手がウィルカーソン投手を絶賛した件について、そしてあの監督が語ったガンケル投手の先発中継量に波プランについてお話をさせていただきました。 個人的には今年も先発企業が濃厚だろうなぁとは考えていますが、皆さんはどのように考えますでしょうかスワレス投手が抜けて、もしかしたらスケット投手運用がバタつくかもしれない。そういう状況というのも想定しつつ、先発、中継ぎ両方できるピッチャーを多く抱えているのだとしたら抜け目ないなというか、かなりそうは分厚いなということで期待してみていきたいところです。よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、旅になったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。 のおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者24,300人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者25,000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。で、また次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トロホー、ありがとうございました。今シーズン、ガンケル同士が先発中継ぎ、どちらで起用されるのか、注目してみていきましょう。で、また。